おはようございます。下國伸です。北海道は秋の色に染まっていくんですね。今日ご紹介するのは秋を表現するこちらの食材を使ったおかず、その名も鮭の南蛮漬け、サポーテッドバイ秋の味覚たち。玉ねぎのシャキシャキ感とゴロッとしたしめじと栗、一口でいろんな食感や味を楽しめるさっぱりでフルーティーな一品です。では早速作っていきましょう。レシピには新玉ねぎを使っていますが、手に入らない場合は普通の玉ねぎで OK。 まずは野菜の調理から始めましょう。玉ねぎの皮を剥き薄くスライスします。人参は同じく皮を剥き薄くスライスしたら千切りにします。ボウルに入れ塩を振って揉み込みます。まあ、もちろん今塩をしたことによって水分がたっぷり出てくる。でその水分を、まあ、あのドレッシングのようなイメージで、まあ、あの上手に利用しようかなと思って味付けをしていきます。生姜ですね。皮が硬そうなものは皮取っちゃってあげてください。生姜をすりおろします。次にお酢と昆布水、天才糖を一つまみ入れます。ここでノブテク、いつもの南蛮漬けをワンランクアップしてくれるものは？ライムも入れていきます。でライムもこのマイクロプレーンを使ってライムの皮まずザーッと全部いっちゃおう。こういう柑橘を使ってあげることによって本当に一気に洋の味になってくれる。いつもの南蛮漬けとはちょっと香りの違う、方向の違うような味になってくれる。皮だけでなくスプーンを使って果汁をたっぷり絞り出しましょう。液体が全体に行き渡るように混ぜ合わせ置いておきます。次は主役となる鮭の下処理。骨を取ってから皮を引きます。お尻の方からちょっときっかけを作ってあげて、で、まあ、リズムよくずっとずっと動かしながらやってあげるとこんな感じ、綺麗に取れますね。鮭を4等分にカット。秋の味覚たちの下処理もしましょう。しめじは石突きの部分を取り手でほぐします。栗の皮を剥き大きめの乱切りにしましょう。フライパンを、まあ、中火ぐらいに熱してあげて、オリーブオイルを大さじ2ぐらいかな、でちょっと揚げ焼きみたいな感じでしようかなと。他の食材も全部一緒にですね。まず味付けか、鮭に塩、小麦粉を周りにつけてあげます。でこれを焼いていきます。中火ぐらいですね今。でも空いてるところもったいないんで、もうこれも同時に一緒にこうやって焼いちゃいましょうか。はい、しめじにもちょっと味付けしましょう。塩、鮭に火が通って両面に焼き色がつくまで焼きましょう。熱い状態でボウルに入れ、鮭を崩さないようにさっくりと混ぜ合わせます。冷蔵庫で最低30分、長くて1日冷やして味を染み込ませます。では、まあ、冷えてちょっと味が馴染んだかなと思います。盛り付けましょう。オリーブオイルかけていいアクセントになるカレー粉、これ一つまみぐらい入れると急に味が深くなって、まあ、カレー味になるというよりかはこの料理自体の膨らみを作ってあげるみたいなイメージで今カレー粉もかけました。これぜひやってほしいなと。はい、こちらで鮭の南蛮漬けサポーテッドバイ秋の味覚たちの完成です。ではいただきます。これはなわらうまいですね。本当に美味しい。やっぱりライムを入れることによっての洋のマリネの感じ、ものすごく香り高いのと、ジュースもたっぷり入ってるじゃないですか。このジュースがもう鮭に染み込んで染み込んでみたいな、本当に素晴らしい秋を堪能できるので皆さんもぜひお試しください。